4機には申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあ、まずは接近する巨人を討伐するぞ。次だ。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。2番やミケ分隊長がおとりになったの？距離で行くなんて無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。ゲルガー、拠点を作ってもらえるかい？周囲に巨人がいないか確認したい。ああ、任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。討伐した。片付けよっ。倒した。行く。次だ。よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいが。拠点を作ってくれ。巨人を確認しました。こちらに接近してきます。サシャの予感が的中したな。よし、経路を変えて進むとしよう。いいぞ、君と一緒ならどんな難局も切り抜けられそうだ。行く。君にはミケの様子を見てきてもらいたいんだが。行く。討伐した。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。Yeah!
自罰次だ。行け分隊長、104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち、よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。次だ。始末。いやー、よし、終わりだ。隊員たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。隊員たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。俺はここでもっと時間を稼ぐ。今よっ、次だ。行く。ありがとうございます。おかげで助かりました。さっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。いやー、大罰だ。畜生、もうダメだ、助からねえ。ありがとう、助かった。なんだ、あの貴公衆、何か妙だな。犯人に被害が出る前にここで倒すべきか。手を貸せ。奴をここで討伐するぞ。
気弱そうな敵が現れたようだな。離散した範囲たちと合流しよう。